はい。どうも、こんにちは。森本です。えー、今回は、鈴木のラパン、えー、車検整備をしているんですけれども、えー、入庫して最初、まあ、電気周り点検するんですが、その時ですね、ウィンカーが作動しなかったんですね。なので、この作動しない原因を調べて修理をしていきます。まずは、症状を確認していきます。とりあえずキーオンにしますね。 で、この状態でウインカーレバーを動かすと、はい、反応ないですよね。カッチ、カッチっていう反応がないです。反対側も、はい、反応ないですよね。当然、メーターもですね、ウインカーレバーを動かしても、そのインジケーターのランプが点灯しないですよね。今、右です。で、左。 はい、全く反応がありません。で当然なんですが、まあ、外から見てですねウインカー自体も全く点灯していません。けれどもハザードスイッチこれを押すとはいこんな感じでハザードスイッチを押すとインジケーターのランプが点灯しますよねそしてウインカーも きちんんんとと点点灯、点滅していい、いますすよねねはい、というわけででこなな状態なんです、ね、ウインカーレバーを操作してもウインカーは一切作動しないけれどもハザードスイッチを押すとこんな感じでウインカーは作動する、まあ、ウインカーというかウインカーのバルブだったりメーターのインジケーターこれは点灯するということになります。 はい。ここで少し、ウインカー回路についてお話をしていきたいと思います。で、ものすごく簡素化したウインカーの回路図を書いたんですけれども、まあ正直回路図にもなってないんですが、えっ、ー、と、これはですね、えー、このラパンの場合のウインカー回路を、まあすごくわかりやすく簡素化して書いてあります。電源があって、最初に点滅回路という部分、まあウインカーのカッチカッチカッチってありますよね。 あれを作り出す回路ですね。そこに来て、で、そこからアースを取るんですね。ウィンカースイッチとハザードスイッチ。まあ、これは、あのあ、アースを導通させるためのスイッチだと思っていただければいいかなと思います。でこんな回路になっています。で、ウィンカーバルブへは、この点滅回路からちょっとこれ、イラスト省略しているんですけれども、ここから各ウィンカーへ、こんな感じですね。ウィンカーへ、えー、こう。 電気を流しているという風うになります。なので、これがスイッチになるんですね。このハザードスイッチ、ウィンカースイッチがアースして信号が入れば、点滅回路が各ウィンカーへ電気を送って、ウィンカーのバルブをチカチカチカとさせているという風うになっています。はい。こういう回路であるということを頭に置いておいて、えっ、ー、と、故障の切り分けをしていこうと思うんですが、 ハザードスイッチ押したら、ウィンカーは正常に点灯しました。すべて点灯しました。バルブが切れているということはありませんでした。ということは、ハザードスイッチ関係は正常だと言えますよね。そうなってくると、ハザードスイッチが正常ということは、ここはいいですよね。でも点滅回路も正常だと言えると思うんですよ。 だって点滅自体の信号はきちんと各バルブに送られていますから点滅回路はおかしくないとは思います。正常だと思います。で、もちろんバルブ切れというものはありません。で、電源もきちんと来ている。で、アースは取れているということなので、で、ウィンカースイッチを操作した時だけ何も反応がないということですので、こうなると、このウィンカースイッチうまくアース取れていないんじゃないかなと思います。なんで、まず思い浮かぶのはこのウィンカースイッチが 壊れていいるというのがありますで、アースなんですけれども、まあもちろんこれアースが取れているかどうかも確認しなければいけません。なので、このアースがきちんと取れているかということですね。まあでもうーん、この回路図見る限り、多分ウィンカースイッチがおかしいんじゃないかなと思いますね。なんで、このウィンカースイッチ、こいつね、こいつの点検をしていこうと思います。 はい。それで、えっ、ー、と、このウィンカースイッチの点検も、えー、ちょっと解説していきたいと思います。点検方法なんですが、まあ、要領書を丸写ししているんですけれども、えー、こんな感じになっています。ここに、まあ、スイッチがあって、このスイッチが、こう動けば、えー、L。左方向へ信号を出すと。で、左のウィンカーが作動するというふうになります。 で、こっちで操作すれば R ということで、右側のウィンカーを作動させるというふうになっている。まあ、こう動くスイッチですね。これがウィンカーレバーに入っているんですね。なので、まあ、点検方法としては、ここにま、TB という端子があって、で、まあ、右に操作したとき、この TB と TR。これですね。これに導通があるかどうか。まあ、これ一つ点検して。で、次に、この TB と、 tl の導通ですね。それは左に操作したときに、この tb, tl 間の導通があるかどうか。まあ、これを点検していく必要があると思います。なので、まあ、えー、この tb, tr, tl 端子。これを、まあ、見てですね。えー、テスター使って導通があるかどうか。えー、右にした時の導通、左にした時の導通を確認していく必要があります。ここに導通がなければ、もうこのスイッチがおかしいというふうに判断できますよね。はい。というわけで、えっ、ー、と、テスターにつないで、この、 TB TR TL、端子見ていこうと思いますそれじゃあウィンカースイッチの点検をしていくんですけれどもそのためにはステアリングコラムこのカバーを取り外ししていく必要があります基本的にはビスを取り外ししていくだけでカバーは外れるんですけれどもこのラパンの場合は 運転席足元のカバーですね。これ、なんてカバーと言えばいいのか分かりませんけれども、このカバーを外さないと、コラムのカバーが外れなかったんですね。まあ、たかぶさってるからだと思うんですけれども、なんで、その足元のカバーを外してから、コラムカバーを外していく必要がありました。はい、というわけで、こんな感じで、ウィンカースイッチに、テスターを、こんな感じで、接続。 してみました。じゃあ今からですね、えっ、ー、と、さっきお話しした TB と TR ですね、えー、右のウインカーのスイッチからちょっと点検をしていきます。この状態でテスターを使って導通があるかどうかですよね。あのスイッチを右右折する方向にウインカーを動かした時に導通があるかどうかを確認していきます。じゃあウインカーを右折方向に動かしてみます。 はい。右にウインカー切ったらブザー鳴りましたよね。今ちょっとブザーがうるさいので切っているんですけれども、えー、抵抗値がゼロということで、導通ありという風になりました。ということは、スイッチはいいんですね。うん、なんだろう。とりあえず左も見てみますね。じゃあ左も見ていきます。はい。というわけで、左も鳴りましたね。ということはスイッチ大丈夫と。 いうことですね。はい。というわけで、最初予想していた、僕が予想していた、ウィンカースイッチ。これは、正常。もう、もうこのマジックが書きにくいな。えっとね。これ正常です。これは OK ということになります。ペン変えます。はい。気を取り直して、これは OK ということですね。で、ハザードスイッチはもともと OK でしたよね。 で、電源はもちろん来てますから大丈夫なんですけれども。ってことはもう、まあ、あアースもあるかもしれませんが、どっちかというとこのウィンカーリレー、最初は点滅回路ってお話ししたんですけれども、このウィンカーリレーが怪しいのかなと思い始めてきました。あの、点滅回路が中についてるんですね。ウィンカーリレーの中に点滅回路というものがあるんですけれども、で、 配線図見れば、ちょっとわかるんですが、なんか中にいろんな配線が張り巡らされているんですね。なんでその中で断線しているとすれば、うまく電気が流れてきていないかもしれません。ちょっとわかんないんですが、このウィンカーリレー内部は多分バラせないと思うので、なんでちょっとウィンカーリレーこいつこいつの点検をしてみようかなと思います。 はい。というわけで、ウィンカーリレーの点検をしていきます。えー、ウィンカーリレーの場所は、運転席、足元、えー。ここにプレートがあるんですけれども、このプレートの裏に固定されています。で、今引っ張り出してきたんですけれども、じゃあこのリレーを、容量書を見ながら点検をしていきます。はい。このように、リレーにテスターの、まあ、プローブを挿して、今から点検していくんですが、えー、とウィンカー自体は点灯。 ししましたよねハザードつければ作動はしたのでウインカーリレーの電源だったりアースは正常だと判断できますで今から調べるのはウインカースイッチに行く配線部分ですねこれはターンシグナルスイッチウインカースイッチを左に操作した時にここの電圧がですね0トになることこれが正常だと整備要領書に書いてありますんでここの電圧を点検していきます じゃあ、スイッチを操作しますね。はい、操作したんですが、一応ゼロボルトになってますね。ということは、リレーも大丈夫なのかな他の端子も全部点検をしていきます。えっと、要領書に書かれている、まあ、点検方法ですね。すべてやったんですが、異常な箇所はなかったんですよね。ということは、リレーも これなんか正常なのかなちょっとよくわかんなくなってきました。さあ、というわけで、えっ、ー、と、いよいよわけがわからなくなってきたんですけれども、えー、ウィンカースイッチは OK でしたね。で、ハザードスイッチ OK。で、ウィンカーリレーも OK なのかなうん、なんかそんな感じがしましたよね。で、他の配線も測定したんですね、僕。えー、ここの導通ここね。これちゃんと通っていました。で、ウィンカースイッチ、 アース取れていました。配線はいいと。で、もちろん電源も来てますよね。あの、ウィンカーリレーの電源も、まあ、電源もですね、測定したら来ていましたので来ていました。で、ウィンカーリレーも、容量書に書いてある通りだったら、OK だったんですね。ただ、僕的には、もうこのウィンカーリレーしかないんじゃないかなと正直思っています。で、ウィンカーリレー内部に、あの、点滅回路というものが入っています。 ま、これはどういったものかちょっとよく分かってないんですけれども、その回路内部がおかしいんじゃないかなと思うんですよね。そこの回路から、えっ、ー、と、まあ、回路を通してですね、このスイッチの検出、ウィンカースイッチが、ま、オンされているという検出をして、で、さらにそこから各ウィンカーのランプへですね、電気を送っているんですね。これ電球です。はい。電球で電気を送っているんで、もうここしかないんじゃないのっていうのが僕の、 今のところ推理ではそうなんですね。で、えー、っと、ウィンカーリレーなんですけれども、部品的には結構安かったんですね。えー、見積もったら3000円ぐらいで部品としては出ました。なので、もうこのね、点検あ、点滅回路の内部を点検することがこれ以上できませんので、総合的判断からして、このウィンカーリレー、内部の点滅回路がおかしいんじゃないかという推測を立てました。 どうかなえっ、ー、と、まあ、3000円なので、そんなに高くない部品なので、とりあえず、このウィンカーリレーを、え部品として、ちょっと取ってみて、で、新品を付けてみようと思います。はい。そんな感じでちょっと行きたいと思います。はい。というわけで、新品のリレーを注文して、今、部品が届きました。じゃあ、このリレーに、あの、付け替えをしていきます。 はい。新品のウインカーリレーの取り付けが完了しました。じゃあもう一度ウインカーを作動させて、まあきちんとですね、ウインカーが動くかどうかを確認していきます。 はい。というわけで、ウィンカーの方、無事作動しましたね。いや、かなり不安だったんですけれども、無事に動きました、えー。右、左、OK ですね。で、ハザードももちろん、はい、作動しますね。ということで、これで OK です。はい。というわけで、今回は、えー、ラパンのウィンカーの修理の様子を紹介させていただきました。で、今回の故障探求は、 消去法でやっていたので、ちょっと確信が持てなかったんですよねえ。ここは大丈夫だな。ここは大丈夫だな。もう残りはここしかないよなという感じで故障診断を進めていったんで、あの、あ、ここが悪い。この数値だからこれが悪いという確証が持てなかったところがちょっと不安ではあったんですけれども、まあなんとか部品交換で治ってくれたんで良かったです。ちなみに、これがウィンカーリレーです。 今ちょっとカバー外してみたんですけれども、こんな感じで、まあ、ただのリレーじゃなくて中に基板が入っていますよね。これが点滅回路と呼ばれるものだ、ものだと思います。で、まあ、目視ではなんかコンデンサーの液漏れがしているかとか、うんと、なんか基板のなんか損傷が見られるかなと思ったんですけれども、そうでもないですね。見た感じは何がおかしいのかよくわかんなかったです。 まあ、と、ともかくですね、え、このウィンカーリレーがおかしいということは確かですので、まあ、交換で治ったということになりますよね。はい。というわけで今回はウィンカーの修理なので、まあ、簡単にできるかなと思ったら、ちょっとドツボにはまりかけましたね。まあ、ともかく、え、今回勉強になったのは、ハザードが正常に作動している状態でも、ウィンカーリレーが正常だとは限らないということが勉強になりました。まあ、この動画が、 皆さんの何か参考になれば幸いだと思います。はい。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。